どうもこんにちは。お、マイク大丈夫かな。私は今日山梨県に来ておりました。塩山、塩の山って書いて塩山っていうの、うわあそこいいなっていうところがありまして、そこに古い商店街があるっていうんで来てみたいな。今ちらちらっと車をね、商店街駐車場セルフ式のところに停めて、すぐそこにあるんだけど、停めて駅の方に向かっているのね。すごくいい渋い感じだね。カメラこれ EM1M3 で街スナップ。昨日銀座あたりうろうろしてて、それはそれで楽しかったんで、今日またね違った趣でガリガリ系が撮れるのを楽しみにしております。緑が多いな。高速降りてここまでもうずっとひたすらブドウ畑があったんだ。その流れで、おお水きれいだな。そうそうそう、あの線路のところ左に行くとすぐ駅ですね。ああ黄色いコロムビア。この辺ね、パッと見ねコインパーキングがなくてね、商店街駐車場自己申告式1時間100円って言ったかな。ああここいきなり取らせてもらおう。素晴らしい。駅の南側に線路をくぐってきたよ。お、カメラ屋さんだ。フォトスタジオ与田さん。あの与田さんっていうさ、あのお名前の人がオンラインゲームで名前を登録しようとすると、お前ヨーダじゃねえよって言って、なんていうの、怒られて登録できないっていう事例が結構あったらしいね。与田さん、与田さんっていうお名前見るたびにそれ見て思い出して笑っちゃう。駅南で駅の方に向かって、あ、なんだあれ、あれ市役所だ、甲州市役所。ちょっと待って、これでいいのかな。ジンバルがちょっと変な角度になっていますね。あ、商店街って感じだね。あそこのそのツタ物件すごいな。見えるかな、ちょっとちっちゃいよね。いいな、この立体感、好き。ロレアル、いや、はい、結構車通り多いね。車中心の生活なのは間違いないところですけど、蒸し暑いわ。最高気温的には33度までいくって言ったかな。まあ、今30度は超えてるね。とりあえず、あ、現代的な表通りに出たんだ。まあまあ新しいねこの辺ね。あつ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 、あれ多分 あそこ駅だと思う。戻ろう、北側に。今ちらっと見たら路地がある。路地がすごくいっぱいある。この家もいいね。これさ、ごめん。今いる字。キットレンズの F2.8 当初の標準ズームつけてる。もともとそんなボケないから F5.6 固定とかにしちゃってるね、最近は。ちょっと撮りながら行こう。また北側を駅に向かって歩いてみます。古い建物と新しい建物がこう入り乱れてる感じだね。商店なんかね、さっきの中央商店街っていうのとまた別の中町通りっていうところだね、ここね。
駅あっち、駅結構すぐそこ、車でシャッと通った限りではそう激しい物件はなかったのかな。ちょ、踏切あたりまで見て、そうだね、空き家物件は多い感じがするけど、そことかもするけど、特にガリガリ系で激しいわけではない。よし、こっちだ、温泉街方面、こっちに温泉街、温泉街方面に行きましたよ。柿の木行水路中町道、あ、GPS するの忘れてた。中町通りを来ております。こんな感じです。この建物面白いな、ね、建物一個一個凝ってるんだよね。もう可愛いね、この建物、お城っぽい。ここから介護センター、ハートフル塩山、違う、塩山、どうしても塩山って言うんじゃない。と、お、いい階段、宝石メガネ屋さんね。ちょい戻りであっち側に抜けるか。氷屋さん、純水、全然新しいですね。さっきね、中央通り商店街のところには、ね、文化財っぽい建物もあったりなんかしたので、車まで傾いちゃってる。いい角度からアプローチできた。よし、これを撮らせてもらおう。さっきの円山シネマのとこか、さっきちらっと通ったの。やっぱこの辺から向こうなんだな。北側をまた北に向かって歩いております。あった。有形文化財文化庁国。お邪魔しちゃっていいのか。ちょっと撮らせてもらおうか。お、撮れたのか。こんな感じだね。あれだった。あの、公的な観光スポットになってるのかなって思って、ちらっと見たら、あれってめちゃくちゃ洗濯物が干してあったりして民家でしたね。てなわけで75ミリ買っちゃってさ、換算150ミリだから結構長いのよね。おー、かっこいい旅館だな、中村屋旅館、塩山温泉、おお、渋い。この辺から向こうがちょっと古びたゾーンなのかね。地図上の温泉街、もうちょっと右向こうって感じなんだね。この路地裏に何かいいものがあるか、そして150ミリで撮るのにちょうどいいものがあるか、あるんかね。ここ表通りか、この辺良さそう。ちょっと暑いな、
今日皆さん音でお気づきかもしれないですが、空調ベストを着ておりまして、いいですね空調ベスト。あれこれひょっとして私有地、あー綺麗、ちょっと撮ろう、標準ズームに変えちゃおう。なんか本番っぽいところに来た気がするね。あー踏み外しましたあ、花影通りって書いてあるね。花影通りの素晴らしいツタ物件、まあ、撮るに決まってるじゃないですか。撮らせてもらおう。ここどこなの。さっきのね、駅の北側を通ってる大きな通りがあれなんだね。さっき橋の上から撮っていた川がここに、なんか綺麗な川だな、来ておりますね。でもほとんど標準ズームで足りちゃってるな。すごくボケが欲しいとかって今のところ特になくてね。結構迷子。俺はどこにいるんだよくわかんないんで、まあまあなんとでもなるとかね。赤ちょうちん円山温泉郷温泉旅館大和温泉郷エリアに入ってます。駅あっちね、南北で駅あっちで、ここが温泉郷温泉街のはず多分。飾ったり、おっ、の換気扇いいな、あれ取らせてもいい。お、奥にあるツタの小屋もいい、ぜひ。今さ、通りすがりに行ったんだけど、ここの手すりにこうロミオがいそうじゃないと。だからジュリエットね、あんまりそんなこう高さに差はないですからね。いつでも別に接触できる程度の距離しかない。手すりにツタ生えまくるのが妙に好きだなって。ツタすごいね、とにかくツタがすごい。うわーすごい、もっちゃもちゃになってる。ここでも本館別館で、本館は営業されてるみたいだけど、別館はもう使ってないのかな、この感じ。さっきのいいツタもあったよね。そもそもね、ここに来た経緯は、円山に来た経緯は、甲府のあたりにちょっと古い商店街が残ってていいんじゃないっていう情報があったのね。ネット上見てたら、あ、いいのかなと思ったんだけど、そしたらツイッターでつぶやいたら、地元のお友達が円山とかの方がいいかもよっていうアドバイスをくれました。ありがとうございます。おかげさまで楽しくツタとかのもじゃもじゃを撮っています。このエリアいいね。ツタツタ、そしてツタ、注意通学路、さっきのガソリンスタンドみたいな。温泉郷の中にまたありそうな感じ。まあここね、温泉旅館なんだけど、この辺も。お、いい橋じゃないですか。取れそうだ。あ、これね。今この辺りにちょっとツタを取らせてもらった。素敵エリアから潮の山だね、これ多分潮の山、自然流行です。そして激しい階段、毎度こう登った先に素晴らしい眺めがあってくれるといいんだけど、あるかなっていう
感じね。だから、お花が見える。だから登ってみないとわからない。私のカラータイマーがそろそろつきそうな気もする。おお、なんか面白いな。第一休憩所まで約10分、結構本気のやつだもん。そこまではいいです。お、そこの屋上のボイラー垂らしてもらって降りよう。眺めがそうめちゃくちゃいいわけじゃない。ここはね、まだ第一かも。そうだね、ここ取らしたな。これだ。今ね、温泉五本通りの多分これ端っこまで来てるんだね。駅が多分あっちの方、適当。おそらく端っこまで来たんで、じわじわ戻りつつ、素敵なテクスチャーをこの75ミリで撮っていこうかしら。75ミリのレンズをつけると突然これが目に入ったりするんだよね。それが面白いところだね、画角って。俺だけ？いいね。細かいところ撮りながら帰ろう。いやいやいや、そんな感じで円山多分一巡できたんじゃないのかなと思っています。もうちょっとあれだよね、あの史跡っぽいところもあるので帰り際に寄れたらいいなと思いつつ、路地裏にねちょいちょいいい感じの物件があるので、この帰ってきた。なるほど、駐車場のすぐ近くに帰ってきた。もうちょっとうるうるして帰ろうかな。ありがとう、円山情報を教えてくれて。またお会いしましょう。